皆さん、はい皆さん、はいはい、はい、クラシック音楽ってあるじゃないですか、うん、昔から有名な、ね、曲たち、例えばですよ、はい、ちょっと聞いてくださいね、うん、はい、おお、なんだっけ、はいはい、わかる、有名ね、あるね、有名、この曲、昨日あるでしょ、あるあるある、あるタイトルわかりますか、いや、わかるよ、わかる、わかるよ、どうぞ、ベートーベン、それは作曲者なんだろう、運命的な感じだな、おー、それ運命のルーレットが回して運命ね、運命です、はい、確かに、運命っぽい曲じゃん、まあそう、まあ、言われるから、ダダダダン、確かにリスに感じる、そうそう、で聞いたことあるメロディーだけど、うん、タイトル確かにクラシックってテレビとかね、うん、いろんな場面で流れてるけど、うん、その曲は何かって分かるよね、でもタイトル聞いたら、あ、確かにそういう感じだって、うん、分かるの、うん、だから今回皆さんテストします、お、お、感じて豊かったらどうか、はい、お、急に黙る、急に黙る、急に黙る、では皆さん、今から流すクラシックの曲名を当ててください、はい、いきます、聞いたことあんだ、はい、分かった、どうぞ書いてください、書いてください、はい、はい、それっぽいよ、はい、階段、違う、あー、これね、休日、あー、でもちょっといい感じだけど違う、はい、はい、日曜、なんとかのワルツ、あー、泉のワルツ、違います、あー違うか、夏のワルツ、違う、花のワルツ、違う、でも近い、一番近い、おー一番近い、生き物、蝶のワルツ、違う、もう鳥でしょ、鳥、あ違う、フラミンゴのワルツ、違う、鳥じゃない、鳥じゃないか愛くるしい、あ正解、子犬のワルツ、あキヨさん、花のワルツって言ったじゃないですか、はい、あのかなり似てるとか言ってたんですけど、はい、花と子犬どこ似てますかね、来ました、まあ、そういうこと言う生物に言ったのは惜しかったんですよ、なるほどね、うん、あ、はい、ずっと日曜日とか来たじゃんなんかね、第2のチャンス問題、おお、これ多分聞いたことあるし、うん、知ってると思う、きっと誰かは先に言った方がいいって、やべ聞いたことある、これ絶対聞いたことある、これらバトルロイヤルじゃん、なんだっけなんだっけ、あー死んだ時の歌なんだよね、これね、はい、あーなんだっけ、怒りの日、正解、え、正解、怒りの日でした、いいですよ、1ポイント1ポイント、はい、次行きましょう、額がないんだなお前逆、額ないです俺面白さしかねえからいや、ハードストローなんも言えねえわ、1本取られたわ、いいですかもう、あ、全然この人には全然受けてない第3問、個人的にすごい昔から好きな曲です、はい、うん、よし、俺全然知らないわこれ、違うの、このトリッキーな感じ、はい、誘惑、あーグレーヒントを出しますか、なんとかの朝の歌、はいはい、ジェノバのテーマ、いや聞いてた今のヒント聞いてた、まあ普通じゃない人はね、はいはい、はいよ、いい、あ、ダディの朝の歌、あーでもね、富士好きだったから、でも違う、絵関係が、でも違う、はい、いい感じ、いい感じ、トリッキー、はい、違う、夜なのに朝の歌、うん、バカ男女の朝の歌、あの事故みたいなチャップリンの朝の歌、あでもね、いい、いい、すごい惜しい、まあ、チャップリンじゃないけど、はいはい、チャールズの朝の歌、違う違うチャールズ、チャップリンね、はい、トゥイ、はい、道化師の朝の歌、正解、あ、今俺もそれ、俺も記述師まで来てたの、あ、惜しい、惜しい、リリーじゃね、学ねえから出るな、道化師ってはお前が一番道化師なのにな、いいかったです、あ急に切れた急に降ってどうお前だ第4問今この曲聴いたら分かるんだよね、その曲名聴いたら分かるかもしれない、ちょっと上級者ですね、あ、いい、ノリノリだ、はい、分かった、いいっすか、はい、どうぞ、人々の朝の歌もう朝じゃないこれいらないよ、もういらない、言えよお前、もういらない、もういらないお前言えやん、はい、はい、どうぞ、お片付けの、もう一つの言葉じゃない、
文章に近いタイプ。文章に近いんだ。そうだね。なんとかかんとかの怒り、なくしたなんとかへの怒り、なくした耳への怒り。もう重たいな。でもあ、でもだってベートーベン、まあ、まあそうだけどね、聞こえないから。でも違うんですよ。はい、パワプロでの怒り。違います。もう怒り知らない。笑ってるの怖い。はい、なくした小銭への怒り。正解。正解。マジ正解。さすが、素晴らしい。キヨ君は感受性がないってことですね。第5問。今のいります。今のちょっと、まあ、いわゆるね、多分ラテン語で言うけどね。でもこういうのってさ、新婚歌みたいなのね。レクイエム的な。そう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 、なんだかのレクイエム。はい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 、分かった。はい、ウーボーさんへのレクイエム。違います。違います。違う。これクロロルシルフルがウーボーさん死ぬ時にこうやって送るやつ。違うの。違う。ハンターハンター見せたら絶対常識。マニアックすぎるわ。なくした小銭へのレクイエム。また引っ張った。モーツァルトが酔っ払って書きました。曲名もかなりぶっ飛んでます。オナニー。あー、だからさ、お尻のテーマみたいな。お尻肛門。違う。あ、アナルだ。アナルだ。お前書くね。俺のアナル。俺のアナル書くね。アナルじゃない。え、わかった。これ俺はお尻かじり虫だ。俺の尻を。あこれでしょ。はい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 、俺の尻を見ろ。違う。はい、俺の尻を舐めろ。正解。よっしゃー。やっぱアナル関係はね、僕落とせないっすよ。